宗教の人権侵害に対し声を上げ続けている NBA のエネスカンター・フリーダム選手はトレードでヒューストンロケッツに移籍したもののすぐに放出され現在はプレーができない状態ですフリーダム選手は NBA はずっと自分に口を閉じて欲しかったのだが自分は後悔していないと話しています同選手は先日ノーベル平和賞にノミネートされました NBA のフリーダム選手は先日 アメリカ議会議事堂を訪れて上院議員からの熱い歓迎を受けました。フリーダム選手は一貫して中共の行っている強制臓器摘出をはじめとする人権侵害を公に非難し続けています。同選手は中共当局と NBA は私の行動に着目しており、私を黙らせたいと思っているとも指摘しています。 2年前にヒューストン・ロケッツのゼネラルマネージャーが香港問題をツイートした時、NBA は全ての人を黙らせようと考えました。私はエージェントから電話で、全中国が、中国政府がお前のツイートを見ている、二度とツイートするなと言われました。セルティックスは2週間、私にメディアからの取材を受けさせませんでした。ワシントン DC で行われた授賞式でフリーダム選手は、 中国に注目するようになったきっかけを語りましたすべては昨年の夏にニューヨークで行われたバスケットボールキャンプから始まりましたその中の親の一人が私に向かってお前はよく人権活動家を名乗れるものだお前のイスラム教徒の兄弟姉妹が強制収容所の中で毎日滑稽やレイプに遭っているのだぞと叫びました 私は非常に驚き言葉もありませんでした私はその親の方を向いて必ず返事をすると約束しましたその日私はすべての予定をキャンセルしてホテルに戻り中国で今何が起きているのかを学び始めました中共の行為に反対し台湾や香港新疆への支持を訴え続けたためにフリーダム選手はロケッツへトレードされましたがロケッツもすぐに同選手を放出したため フリーエージェントとなったフリーダム選手は新たなチームを探す必要があります私が話しているのは中国で今起きている問題です私は自分のキャリアを失いました実を言うとこのような道は孤独ですスポーツ界で中国の人権問題を語るのは孤独なことです さまざまな社会正義を語り世界中のさまざまな不公平を議論することはできても話が中共に及ぶと話ができなくなるのですもしそんなことをしたらそれがもたらす結果に直面しなければなりませんしかし全てを理解した後これらの問題について口を閉ざしたら私は眠れません私は後悔していません多くの同僚がフリーダム選手に対し 公にあなたを支持することはできないと明かしました。中国市場を逃したくないためです。ビジネスにおいて金よりもっと大切なものがあります。例えばモラルや信条、価値観などです。今後も信仰を捨てることはないと話しているフリーダム選手は先日ノーベル平和賞にノミネートされました。 カナダのフリーダムコンボイに触発され、2月23日、アメリカのピープルズコンボイの車列がカリフォルニア州から首都に向かって出発しました。すでに世界各地に広がっているこの運動は、ワクチンの強制接種やロックダウンといった強制的な感染対策措置の解除を求め、人々の選択の権利を守ることを目的としています。2月23日、大型トラックのドライバー約1000人が、 カリフォルニア州アデラントから出発しました。アメリカ大陸を横断して3月上旬にワシントン DC に到着する予定です。活動の主催者はピープルコンボイと名付けられたこの活動はカナダのフリーダムコンボイの後継運動であると語りました。私たちには集会を開く権利があり、抗議を行う権利もあります。 この国で弾圧されてはいますが、我々には言論の自由があります。1>, 1月下旬、カナダでは全土の大型トラック運転手が首都オタワに集結し、連邦政府のワクチン強制接種命令に対する抗議デモを3週間以上続け、その影響はヨーロッパやオーストラリアなどにも広がりました。その後、カナダのトルドー政権は緊急事態法を発動し、デモ隊を暴力的に解散させました。 今週初めにカナダのドライバーが首都から撤退しているとき、アメリカではピープルズコンボイがすでに形を成しました。この活動の主催者の一人、モーリン・スティール氏が新党人のインタビューに応じました。私たちは非常事態宣言を解除し、憲法を優先し、説明責任を果たすことを求めます。私たちはアメリカ経済の復活を望んでいます。 中共ウイルスによる世界的なパンデミックにより、アメリカ政府が2020年3月に国家非常事態を宣言してから23ヶ月が経ちました。バイデン大統領は2月18日、非常事態宣言について今年3月1日の期限後も延長すると発表しました。しかし最新の世論調査では、厳しすぎる感染症対策の解除を求めるアメリカ人が増え続けています。 モンマス大学の世論調査では、10人中7人がウイルスと共存し、普通の生活を送るという考え方に賛成しています。また、モーニングコンサルト社の世論調査では、ワクチン接種の義務化に対する支持率は、昨年9月から今年1月下旬までに約10%低下しています。 ピープルズコンボイの主催者の一人、マイク・ランディス氏は先日公開した動画の中で、ピープルズコンボイはワクチンに反対しているのではなく、本人の同意のないワクチン接種など、市民の自由が侵害されることに反対していると述べています。モーリン・スティール氏は新党人に対し、ピープルズコンボイはカナダ人の経験から教訓を組み取り、すでに準備を整えており、 コンボイが安全に合法的に平和的に更新できるよう、弁護士や安全専門家がサポートしていると語りました。道中の地方自治体と警察には事前に連絡を取っています。また、私たちをサポートしてくれる弁護士もおり、法律の範囲内で活動できるようにしています。カナダのトルドー首相はデモに参加したトラック運転手を 受け入れ難い意見を持つ人種差別主義者や女性差別主義者であると断じました。スティール氏は今回のコンボイにはアメリカ内のあらゆる階層の人々、異なる信仰や人種の人々が集まっていると述べています。このコンボイはあらゆる階層の人々を代表しています。これはトラックドライバーによるコンボイではなく人々によるコンボイです。 アメリカのトラックドライバーが戦闘を引いているのです。報道によると、西部のカリフォルニア州のほか、東部のペンシルベニア州からもトラックの車列が首都に向かっています。トラック集団のデモに対処するため、アメリカ国防総省は首都ワシントンに約700人の州兵の配置を承認しました。州兵は、ワシントン DC の自治体や議会警察を支援して、 連邦議会議事堂周辺などで交通整理に当たるとしています。なお、3月1日には、バイデン大統領による初めての一般教書演説が、上下両院合同会議で行われます。前回の番組で、元中国海軍司令部中佐の養成氏は、中共統治下の中国では、女性、子供の人身売買が状態化していることについて語りました。本日の番組では、 今注目を集めている8人の子供の母親事件よりもさらに悲惨なケースについてご紹介します。元中国海軍司令部中佐の陽成氏は2007年から公益団体の責任者を務め2016年に中国から脱出するまで人身売買の被害者となった女性や子供の救済に尽力していました。 その中で出会った一部の女の子がたどった過酷な人生は、妖精子の脳裏から離れることはないと言います。ある女の子は幼少時に、息子の将来の嫁として竹へ売られ、14歳で諸夜を強要されました。その家の人は、その日、自宅で宴席を準備し、彼女の服を剥ぎ取ると、部屋の中に入れて鍵をかけました。 この女の子はとても気が強かったので窓をぶち破って逃げ出しましたアモイまで逃げましたが人に騙されて売春婦としてアラブ首長国連邦に売られました耐え難い話です養成士は非人道的な一人っ子政策のせいで子供が複数生まれた農村家庭が困窮し家族が引き裂かれるという悲劇が数多く生まれたと指摘しています 暗記賞縮小権のある家には、三人の女の子が生まれましたが、一人っ子政策に違反していたために、三人の実際の実質的な養育者である祖母が収監されました。その結果、孫たちの面倒を見る人がいなくなり、孫の一人が誘拐されて売られました。その子はある村に売られました。 13歳の時にその家に売られました夫は40代の男で子供を1人産みました子供の目が感染しましたが治療を受けられなかったため失明しましたその村は結婚できない男が多いため高婚村と呼ばれ夫は1回20元約360円で彼女に50人以上の男の相手をさせました中には60過ぎの男もいました その女の子は1四五5歳でしたが、言葉や肉体的な虐待を受け、耐えきれなくなって山に逃げました。それからは山に身を隠して草むらの中で眠り、大根を抜いて食べました。彼女の祖母は後になって自分の孫の身の上を知り、耐えきれずに亡くなってしまいました。陽性子はは、中国の西小北部や宇宙モンゴルでは 人身売買の被害者女性が残酷な陰婚の被害者になることもあると明かしています。陰婚とはもともと未婚のままで死んだ若い男性を葬る際に、すでに亡くなっている女性の墓から遺体を掘り起こして、その男性の妻として一緒に埋葬することを指していました。多くの炭鉱では、 炭鉱労働者は結婚相手を見つけにくいため彼らが死んだ後にインコンを行うという風習がありましたしかしそれがいつの間にか女の子を買ってきてその死んだ男性と一緒に生きたまま埋葬するという形になってしまいました死んだ男と一緒に生きたまま埋められるのです養生所は中国では今もおびただしい数の女性や子供が誘拐されて売り飛ばされており それがやむ兆しはないと指摘しています。中国失踪者白書2020には、中国全土で毎日約2739人が行方不明になっており、1年間で100万人を超えると記されています。中共の言論統制が日増しに厳しくなり、中国全土では一つの主張しか口に出せないようです。 ですがある研究報告によって、共産党の洗脳工作には真の意味での効果がなく、中国人、特にエリート層の中には政府に同調していない、沈黙の大多数が存在していることが示されました。中共当局は台湾問題で強硬姿勢を強めているだけでなく、戦闘機を絶えず台湾海峡に飛来させて威嚇していますが、中国の一般大衆は開戦を支持していません。 これはスタンフォード大学コミュニケーション学教授のジェニファー・パン氏と政治学助教のジョー・イツ・セイ氏の共同調査によって導き出された結論の一つでした。2018年と2019年に行われた2回の調査の中で、調査対象者の大部分は政府は可能な限り外交的、経済的な手段によって国の主権と領土の完全性を守り、軍事衝突は避けるべきだと考えていることが分かりました。 これは一般大衆は戦争を起こして主権を守ることは望んでおらず、しかも公に戦争を挑発する政策に反対していることを意味しています。この報告ではさらに政治、経済、外交に対する中国人の考え方を調査しています。そこから導き出された結論は、中国の一般大衆、特に高い教育を受けた富裕層のエリート階層は、 実は中共当局の政策に対し、当局とは違う考えを持っているというものでした。彼らは強烈な権威主義やナショナリズム、民族主義を支持してはいません。このことは中国で今民主化が進んでいることを意味しているわけではありませんが、これらのデータによって中共が政策を推進するときに大勢の大衆から意義が表明される可能性があることを示しています。 それは彼らが沈黙の大多数であったとしても変わりません。この発見と以前の一部の見方は対立しています。以前のある研究によると、中共当局に対する中国人の満足度は93.1%に達していました。私はこの報告書は素晴らしいと考えています。 彼らは中国大陸に確かに存在する沈黙の自由主義の大多数を発見したのです中国大陸の人々は本当の自分の意見を表明できません自由メディアも公の知識分子も人権派弁護士でさえも数年前から厳しく管理されていますだから彼らは公の世論を形成できず国民社会は抑圧されていますこの調査結果は他にもいくつかの実例によって 中国には沈黙の大多数が存在することが示されています。中共の厳しい監視から逃れることができたら、彼らは声を上げるようになると言います。中共を暗に風刺したガラスの心という曲でインターネットの話題をさらったマレーシアの歌手、ネーム・イーが次に発表したのは壁の外という曲でした。YouTube という中共がコメントを削除できない場所で、 多くのネットユーザーが次のような熱い言葉をコメントしています。私は壁の中から壁の外の自由で民主的な生活スタイルに憧れている。台湾よ、あなたたちは自分たちの強度を守ってください。いつの日か私たちが必ず出会えることを信じています。壁の中の生活は本当に毎日辛く抑圧されている。 この歌を聴いて本当に泣きたくなった。変えたいと思うけど何もできない。私たちは壁の中の道徳的なボトムラインも何のロジックもない、いわゆる同胞によって代表されたくない人たちだ。私たちはいつか壁が倒れることを期待している。海外の共産党脱党サイトには、毎日おびただしい数の沈黙の大多数から共産党、青年団、 少年先方隊などの組織からの脱退を宣言する声明が寄せられています。共産党指導下の中国では、党籍からの除名はブラックリストに載せられることと同じで、非常に厳しい処分に相当する。それ以降は子供の生活や仕事にも影響する。三島省太汰氏のビン・イヘキさんは、だからここで中国共産党からの脱党を表明するしかないと声明文で述べています。 中国大陸で生きている私たちは人としての尊厳がどんどんそがれていって、すべてが中共によって強制的に代表される。特に彼らは人民を敵とみなして人民の声を監視し抑圧している。6人の市民が一緒に次のように宣言しています。今、中共の共産主義青年団、少年先鋒隊からの脱退を表明し、 邪悪な中共組織との一切の関わりを断つ社会の中にいる大勢の人はこのような人たちです私の身内にもこのような人がいてやはり高級知識分子です彼らは現在のような中共の狂犬と監視下にいるために声を上げることができないのですだから人からは彼らの存在が見えません しかも彼らは明らかに中共の独裁政権を疎ましく思っています。だから、木が熟したら彼らは間違いなく正義の川に立って、中共のこの種の先制政治に反旗を翻すでしょう。今回、こうした研究を行った2人の研究者は、中国の民衆の観点とイデオロギーに対する新たな発見は、アメリカの対中政策にとって、重要な参考価値があると考えています。 NTD ジャパンがお伝えしました。